こんばんは、奈美恵です。今宵もバスガイドの独り言にお付き合いください。さて、昨日は香嵐渓に行ってきました。香嵐渓というと愛知県東海一の紅葉の名所と言われているところですよね。有名なところです。飯盛山のふもとの巴川のところに楓が4000本植えられているんですよね。本当に綺麗な時期に行くとね、本当に綺麗なんですけれども、さすがにね、またちょっと早かったですね。緑色のところがね、だいぶ多く、河原のところもね、真っ赤になっているものは本当に少なかったですね。でもすっごい人です。車も大渋滞してますし、駐車場もほぼ満車状態。もう車はですね、この香嵐渓のところを中心にして上りも下りも大渋滞ということになってきています。ものすごい人でしたね。で、今ね、ちょうど11月の1日から11月30日まで、夜は日没から9時までライトアップを行ってるんですよ。で、このライトアップもぜひ撮りたいなと思って行ったんです。暗くなってくると人は減ってくるかなと思ったら、反対に暗くなってくるとライトアップを目当てに来る方も多いんですね。かなりの人が増えてきて、まあ、寒いといってもまだそんなに冷え込んではいないんですけれども、その時間帯に結構な人がいましたね。綺麗でした。ライトはね、どっちかというとオレンジ色のライトなので、紅葉の赤よりもライトに照らされて楓が全体的にオレンジ色に見えるという感じだったんですけれどもね。今回頑張って飯盛山上がってきましたよ。飯盛山というと会津のね、白虎隊で知られるところなんですけれども、こちらの香嵐渓の山も同じくご飯を盛ったような形をしておりますので、飯盛山と書いて飯盛山なんです。標高は254メートル。山頂のところには大きな石があって、昔から信仰の対象となってきたお山なんですね。254メートルですけども、下からの標高差が130メートルぐらいでしょうか。結構大変でしたね。歩きやすい石畳になっているわけではなく、本当に木をこう打ちながらですね、階段を作ってあるような、そんな感じになっているんですよ。結構一段が高いんですよね。今回タカちゃんと行ってきたんですけれども、もうタカちゃんがヒーヒーユーユー高いところは得意なタカちゃんなんですけども、あんまり体力がないんだなと改めてちょっとね、実感しちゃいましたが、私はというと今回はですね、登るところが多いなと思ったので、ヒールではなくぺったんこの歩きやすい靴で行ったんですよ。もうポンポンポンとね、上がってきながら、タカちゃん早くっていう感じだったんですけども、もうタカちゃん汗びっちょりかきながらですね、頑張って上がってました。山頂からの眺めはとっても良かったですよ。実はですね、この香嵐渓も YouTube でアップしようと思って行ったんですけれども、途中からちょっと休養が入ってしまいまして、全部撮れずにこの香嵐渓を後にしてしまったんですね。ですから今回は残念ながらちょっと YouTube でアップすることができないので、スライドショーという形でご案内をしていきたいと思います。もっと真っ赤だったらね、本当にいいんですけれども、香嵐渓がちょうど良くなるのは来週から、今月末あたりが一番綺麗なんじゃないかなと思います。まだまだこれからですからね、ぜひこの独り言を聞いて来週あたり予定を立てて、11月の末ぐらいにね、行っていただくと真っ赤に染まった香嵐渓ご覧いただけると思います。巴川に沿った楓が赤くなるのもとっても綺麗なんですけれども、飯盛山が赤とオレンジと黄色と緑、これが綺麗にグラデーションを奏でるんですよ。もう本当に最盛期は綺麗です。その分混みますけれども、ぜひ行ってみてくださいね。私たちはですね、香嵐渓に泊まりました。はい、香嵐渓の旅籠に泊めさせていただいたんですね。とっても雰囲気がありました。ニジマスも美味しかったですよ。ぜひ皆さんもね、香嵐渓に泊まっていただくと、ゆっくりと、景色を楽しむこともできるし、ライトアップも慌てずにね、のんびりと、まあ、お酒なんかもいただきながら散策を楽しむことができますので、
泊まれるところって本当少ないんですね。高蘭亭さんとか、ね、私たちが泊まった玉田屋さんだとか、まあ、そういったところなんですけれども、ぜひ行ってみていただいて、ゆっくりと高蘭亭を歩いていただくといいんじゃないかなと思います。そして今回高蘭亭だけではなく、江那市の明智町というところに行ってきました。ご存知でしょうか。あの本能寺の変で織田信長を自害に追いやった明智光秀の出生地と言われているところです。諸説いろいろとあるんですけれどもね。でもこちらの明智町には明智光秀の産湯の井戸もあるんですよね。そして町中には明智光秀公の御霊廟である龍護寺というお寺さんもあります。紅葉がねとっても綺麗だったんですよね。なんか御霊廟に鳥居があるっていうのもね、神様として祀られてるのかなっていう感じもしないでもないんですけども、まあ、昔はね神仏集合の地だったんでしょうね。ところでこの明智というところなんですが、こちらは明智鉄道の始発であり終点でもあるところなんですね。最近もすっかり撮り鉄です。駅を見るとついつい行っちゃうんですよね。今回も明智駅に行きまして、駅員さんにすいません写真撮らせてくださいと言ってホームに入れていただきました。はい、明智鉄道前にもねグランプリの時にも撮ったんですけれども、はい、再びこちらの方でまた写真も撮らせていただき、すっかり撮り鉄となっております。今日この頃です。さあ、こちらはですね日本大正村というふうにも言われていまして、明治村のようにこう施設になっているわけではないんですよ。町全体が古き良き大正の頃の建物が多く、レトロな町並みになっていて、町全体を日本大正村という形で誘致してるんですね。ですからそこかしこにちょっとこうレトロな建物があり、町自体はそんな大きなところではないので、もう散策して歩くのにとってもいいところなんです。もう駅の方からですね見ていただくと、正面がこんもりとしたお山になっています。どこから見ても、あ、城があったんだなって一目でわかるところなんですね。白鷹城というお城がありました。別名明智城と言われていたんですね。ここは中世の頃遠山家のお城だったところなんです。遠山家というと岩村城も遠山家でした。そして苗木城も遠山家、美濃のあたりですね、遠山家の分家が皆ここ領地として持っていたんです。ちなみにこの明智遠山家の末裔にあたるのが、あのこの桜吹雪が目に入らないかって知られてます。はい、遠山の金さん、ね、こちらが明智遠山家の末裔として知られているんですよね。ぜひですね皆さんも、あちらこちらもお出かけになられている方も大勢いらっしゃると思います。本当に街中のね、そしてだんだんとこう南下してくる紅葉が綺麗になってきてます。まだまだ12月の半ばぐらいまで紅葉が楽しめるところはあるんじゃないでしょうか。ぜひお出かけになってみてくださいね。さあ皆さん、いつもコメントたくさんありがとうございます。前回の独り言、富士山のね真っ白なところをアップに写真でお送りしたので、富士山に関するコメントもたくさんいただきました。ありがとうございます。そしてその後にようやくアップできました。岩村城、女城主で知られるところですが、本当は全編作ってアップしたかったんですが、いや全編作るのにいつまでかかるかなということで半分でアップさせていただきました。さあ後半は正直これから編集するところなので、まだまだ時間がかかると思うんですけどもね、もうしばらくお待ちください。さて岩室城を見てですね、またたくさんのコメントをいただいた中の一つ、まあ、全部もちろんね読ませていただいてるんですけれども、穴尾穴田さん、行きたいお城だったので参考になりました、苗木城もいいですよねとコメントをいただいたんですね。これを見て行っちゃいましたよ苗木城また遠山家美濃に行っちゃったんですけどもね、すっごい良かったです。もうね絶対持ってますよね。天気バッチリでした。青空の中に天空のお城がそびえ立ってる様子バッチリでしたね。そして何よりも
川霧がすごかったんですよ。まさに天空のお城でした。もう今すぐアップしたいところですけれども、まあ、これはですね見てからの楽しみこちらのはちゃんとですねちょっと時間かかりますけれども、後ぐらいに YouTube をアップさせていただきたいと思いますので、楽しみに待っていてくださいね。はい、ということですね、これからまた一生懸命岩村城の後編を編集していきたいと思います。そして先ほどもご案内させていただきました12月の25、26の第1回のハピネスツアー、詳細決まりましたらまた皆さんにご報告させていただきたいと思います。どこに行こうか本当に悩んでますのでね、あそこがいいな、ここがいいな、なんていうようなリクエストがありましたら、リクエスト通りに行くかどうかは分かりませんけれども、ぜひぜひ参考にさせていただきたいと思いますので、そちらの方のコメントもお待ちしております。そして12月15日夜8時から9時までの1時間は、遅くなりましたが3万人達成のライブ飲み会も予定しております。ということで10月11月はなかなかですね動画のアップができませんでしたが、12月は飲み会とツアーと頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん楽しみにお待ちください。それでは夜9時にまたお会いしましょう。おやすみなさい。